敵はダッキと場の両夫。貨幣で挑むのは危険です。まずは両夫以外の敵を倒し、襲われている人たちを救いましょう。家康さん、これだけ誘っても仲間にならないんだ。何度でも申し上げる、この世界の状況もわからぬまま従うなど。冷え切らない男ね。いいわ、だったら抹殺しちゃう。このままでは殿が。聞いてください、私がお救いしなければ。先へは行かせぬ。お前の相手は私だ。母上、泣いてはダメです。ダメすぎます。今家康様を速やかに救うのが最善。新入りの言う通りだ。我らの手で殿と稲を助け出さん。ほら、家康さんの他にもお客さん。玉さん、楽しめそうでよかったじゃない。どうせ雑魚だ。この程度で満足ってことはないですよね。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ようこそ、ようこそいらっしゃいました。こちらに来ると分かっておりましたぞ。さあさあ、紹介殿、我らで皆様をもてなしましょう。私がこいつの下で。まあいい、目障りな連中は消してやる。新旧殿の采配には困ったものだ。私のせいで傷がついたじゃない。なんと素晴らしい武勇。これは両夫殿が興味を示されそうですな。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。あらら、チンキューさん、やられちゃったみたいよ。少しは骨のある奴がいるよ。俺の腕、見せてやる。すごい。ですが、イナは本田忠勝の娘。負けません。しかしとて、鬼神の娘、一歩たりとも引く気はない。イナ、無事であったか。父上、よかった、もう会えぬかと。父上、申し訳ありません。霊気を倒すとはなかなかやるな。手応えがありそう。ちょっと呂布さん、勝手な真似しちゃダメよ。まだ目の前の人たちを片付けてないでしょ。ならばさっさと終わらせてやる。戦雑魚ども、お逃げください。なんという部下。彼女は影が守護聖。国家家の方々が次々と。このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。すごい、力が溢れてきて、でも恥ずかしさも溢れてきます。もはや家康などどうでもいい。さあ来い、俺を楽しませてみろ。家康
あるこちらすまぬ名を取ら任せたぞ。あっちも腕輪を使えるようになったね。これでオロチ様も少しは楽しめたこの力次までに使いこなしておく。リョフさんを退けたみたいです。これが古今無双の武なのですね父上。この程度で満足ってことはないですよね。あれリョフさん帰っちゃったの。もう仕方ないわね。みんな私を守って。時すでに遅しですよ。全軍ダッキーを狙ってください。これが古今無双の武なのですね父上。武道の力はいつでも使えるわけだ。よほど強い気持ちを抱いた時だけ。我らにて無双の武を示せ。はい。できない。恥ずかしい。そのまま赤くなって倒れちゃいなさい。その腕輪はもらってあげるから。やられちゃった残念。でも面白いものが見られたからいっか。ダッキさんに逃げられちゃいました。でも私たちの勝利ですよね。はい、今回はダッキーがこの敗戦でおとなしくなるといいのですが。危ないどこ。やりました。喜ばしい限りですね。